これならどうだ。お前ら大丈夫だな。はい、なんともありません。俺もまだまだいける。あ、なんだここは。奥に何かがある。いや、いるぞ。こいつ、フィルフサの王？大きさからして間違いなく王種だ。でも、なんだろう、前に戦った王種と雰囲気が違う気がする。タンさん、どうかしましたか？このフィルフサ、誰かに手を加えられてる。何かの装置みたいなのをつけられてる。あの装置、かなり古い時代、神代のものか。なんであれ、戦いは避けられないらしい。お前たち、攻撃に備えろ。こんなとんでもねえ化け物を神代の奴らはどうするつもりだったんだ。ぶっ倒してから調べるさ。なあ、ライザ。行こう、みんな。リラさん、お願いします。ああ、任せろライザ。使えそうなものが。リラさん、頼みます。終わりです。はい、リラさん、頼みます。使わせてもらう。一気に決める。力を、すごい力だ。発散させてやろう。こいつ、後ろんだぜ。リラさん、リラさん、頼みます。ごめんなさい。そろそろ鍵を作れそうだが、試してみるか。精霊の怒り、受けてみろ。みんな気をつけてくれ。当たり前だ。攻撃が来そうだ。冷たいのか。来ねえならこっちからだ。ただの蹴りではないぞ。受けてみろ。さあ、力を見せろ。やっぱこいつだよな。私の戦力だよ。これで弾けろ。守りが解けたか。総攻撃を仕掛けるぞ。まだいけ。今なら。これで終わって。さあ、クラウディア、頼める。力を見せろ。問題ない。これでクラウディア。弾けろ。始めるよ。行っちゃって。クラウディア、ありがてえ。レント、やれるね。もちろん、気をつけろ。任せて、連続。やばい、動きだぞ。一番な。私こいつでどうだ。蹴散らす。ほらほら、しびれてみるか。ごめんな。どっちだぜ。ただの蹴りではないぞ。光よ、力を貸して。体勢を立て直さないと。精霊たちよ、力を借りるぞ。こいつの出番だ。やっぱこいつだよな。世話をかけたな、レント。逃がさん、当てるよ。まだまだだぞ。この位置なら終わらせる。氷の宿。いや、まだまだ。こいつでどうだ。
決めた。発動。ライザーお願い。エクラゾン。大盤振る舞いよ。やばいな。くらい。まだまだ。使わせてもらう。鍵の力。試し。恐ろしい力だ。頼もしいぞ。大丈夫。切り裂きに任せて。いらない。どうだ。そういうの決める。まだまだ。まとめてあげる。もちろんだぜ。皆さん。せーの。まずい。弾けろ。全員警戒しろ。狙い撃つ。切り裂く。どうだ。これでまだまだ。とどめだ。これならどう。砕けろ。ついのをあげる。これでやっぱもちろんだぜ。イラさん、私に任せて。イラさん、どうしよう。命を燃やすべきだ。そろそろ決める。刻みつける。この速度で切り裂く。とくと味わえ。見れるぜ。蹴っ飛ばす。大きいの行くよ。リラさん頼みます。私に任せて。リラさん行け。はい、任せて。リラさん助かった。弾けろ。みんな怪我はない？はい。それにしても、これフィルフさんにつけられていた機械です。むやみに近づかない方が良さそうですね。だね。それにこの機械だけじゃ、なあ、ここに本が落ちてたぞ。なんて書いてあるんだろう。これってまさかフィルフサについて調べた資料だよ。フィルフサを調べただと？間違いないのか？うん、どうやら間違いないみたい。ざっと要約する。形質に一貫性のない群体生物、フィルフサの正体は白い外皮そのもの、寄生外核とも言うべき種である。フィルフサは生物、主に移動可能な動物に取り付き、魔力を媒介にその神経中枢を乗っ取り支配する。虫に取り付けば虫に、獣に取り付けば獣の形となる。この外皮の結合を破壊する溝をフィルフサは嫌う。種を問わず戦力への変換が容易であり、他種の生存を阻害する環境を生成する特性は非常に有用である。つまり神代の民はその機械をつけてたやつみたいにフィルフサを武器として利用してたってこと？そういうことだね。この機械は狂気の源泉。どこからか送られ、狂気の源泉。その力はフィルフサの心臓にあたる生命核に送られ、強化と同時に完全な制御下に置けるらしい。生命核、つまり虫歯みの女王における宝玉のような器官。それだけじゃなく、繁殖期の習性を利用して攻撃性も増大。これは
錬金術で生み出されたものだな。大昔の、今は失われた。錬金術師がやったの。こんな、しかも、異界の各地。多分、フィルフサの分布地域に同じような機械が網の目の。まるで、フィルフサっていう種を乗っ取る別の生物の攻撃性も増大させていると言ったな。まさか、大侵攻という生物の範疇を超えた進撃。集落の人に聞いた、異界者のやったことが、これ。生き物に、命に対する誠意を感じられない。神代のってのは。カラさんは、単にここのフィルフサをおとなしくさせるだけじゃなくて、これを見せたかったのかな。十分あり得るな。ただの害獣討伐を試練にする。我々がこの悪意の仕組みに気づく。これはどういう状態です。わからない。でも全部そうか、受け手が破壊されたのに変わらず膨大な力が送られつ。みんな急いで離れ。神代のために通じる。しょうがないよ。今はカラさんのところへ戻って。